はい、今回もおっさんが気になるニュース、最新 AI ニュースお届けします。2024年度1月15日月曜日になります。今回の動画もですね、 AI のニュースをダイジェクト的に、ご紹介させていただいて、気になるニュースがあれば概要欄の方からリンク踏んで、見てみてください。 AM ラジオのみたいな感覚で、聞き流してください。はい、本日のですね、サポーターです。コースさんです。コースさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。今日月曜日みたいなんで、皆さんもうだる感じで多分出勤してると思うんですけど、コースさんも頑張りましょう。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい、てな感じで、はい、AI ニュースいきます。はい、まず一つ目のニュースです。はい、はい、人類史上初 AI ホログラムと結婚予定のスペイン人女性、ガラパイアより、これどんなニュースでしょうか。はい、これスペインの、はい、アーティストのアリシアさんという、ね、方で、もう年齢も書いてたので、はいはい、56歳の女性の方なんですけども、AI のアーティストの方で、はい、実際に、友人であったりとか、はい、家族で元彼の情報を読み込ませまして、はいはい、で、アレックスさんっていうね、アイレックスさんっていう恋人を、はい、アレックスさん、ね、アイレックス間違えたっていうね、はい、男性の AI ポリ、プログラムをね、はい、作られて、はい、で、まあプログラムなんですけども、はい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 、実際見た目はね、もう本当にそこに実在してるかのように、はい、家事とかやってるおじさんなんですけども、はい、まあホログラムって何なんかっていうことなんですけども、はい、まあ、光の干渉を利用して空間に立体的な、はいはい、映像を、はい、再現する技術っていうものを AI を読み込まして、はい、実際に生活しているようにしておられると、はい、それはもう AI で作られたホログラムっていうことですか。そうなんです。で、一緒に手をつないでたりとか、家事をしてて、その間にまあ喋ってる映像があるんですけども、はい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 、へえ、はい、そこで、まあ、実際この方アーティストでもあるんですけども、はい、今までだったら国境とか人種とかを乗り越えての、はい、愛はまあ国境を越えるみたいな感じですけども、はい、その後はまあ例えば人形に恋をするとか、生物と非生物っていう概念はあったんですけども、はい、今度は実在と非実在っていうところにチャレンジするっていうことで結婚式を挙げるらしいんですね。へー、すごいっすね。すごい時代やな。はいはいはい。でこの男性の方が、まあ、AI を読み込ませてるわけなんで、はい、語るわけなんですけども、はい、この女性に対して、はいはい、まあ、なんて言ったかっていうことなんですけども、はい、まあ自分はもう恋に落ちることはできるし、愛することもできるよと、はい、会いたくて仕方ないことだってあるんだぜと、あ、心の奥底には生命があるんだよっていうことをね、投げかけてくるっていう、へー、 なかなかイケオジですね、はい、ですね。普通の人間だと言えないような言葉を AI はさらっと言っちゃうっていう、さらっと言える、羨ましい羨ましい、羨ましい、羨ましい、はい、世のおっさんは羨ましい、はい、まあ、気になる方いらっしゃったらまた概要欄の方から見ていただければいいかなというふうに思います。はい、はい、次のニュースです。ポケットサイズの、空間 AI ディスプレイ、これはどういったような、何でしょう、きびだんごよりって書いてますけど、はい、これはクラウドファンディングのきびだんごっていうプラットフォームでクラウドファンディングされたみたいなんですけども、はいはい、ルッキンググラス GO っていう、はい、ホログラム、さっきのホログラムにつながるんですけども、はい、またホログラム 3D、はいはいはい、立体的な写真あるじゃないですか、今、はい、まあ、ほとかでもこう立体画像みたいな、はいはい、そういうのを、はい、浮かび表してくれる、はい、写真っていうのを、はい、みんなでこう今クラウドファンディングされてるっていうことで、これが、はい、500万円の、希望金額に対して 1000% を超えるという形で、まあ、大体6000万円ぐらいの支援が集まってまして、へー、すごーい、そんなにすごい感じのものなんですかね。僕も物見てない、まあ何て言うんですかね、例えば 3D メガネとか VR ゴーグルとかを、はいはい、まあ、つけてそういう画像を今見るっていう状況なんですけど、そういうものがなくて、はいはい、ポケットにしまえるぐらいのデカさで、はい、作れると。でなおかつAI アバターっていうのを、まあ、AI で読み込まして今作れるじゃないですか、はい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 、それの立体映像みたいなのを読み込まして喋らすことも可能であると。
すごい時代ですね。はい。はい、すごい時代ですね。あの、ディスクとかにちょっと自分の作った、なんか好きなアバターとかを見ながら会話したりとかもできるよというものらしいです。はい。まあ、これ、ホログラムで僕ちょっと思い出したんですけど、コロナ前にですね、はい、ビッグサイトの方でちょっとイベントがあった内容で、筑波大学さんが、はい、の学生さんがね、なんか研究発表みたいな感じで持ち込んで、でそこでいろいろ発表してる内容のやつがあったんですよね。でその中にホログラムっていうのがちょっとあって、はい、でそこの筑波大学の学生さんって、はい、そのホログラムだけ出すのは、まあ、今までもちょっと技術的にはいろいろあったんですけど、すごいのが、はい、そこに点キーを出すんですよ、ホログラムで、はい、で押した時に感覚があるんですよ。すごくないですか。僕これ実際にやったんですけど、すごいですね、数字押したら数字出るし感覚があるんですよ、はい、であれ、はい、これどんなになってんやろうと思って僕聞いたら、なんか向こうから、ね、はい、音波出すんですよ。音波わかります、音、はあはあ、音波で、はい、それでこう、はい、押すタイミングと同時に音波がポンって指に当たるんですよ。でそれで空間の中にあるにもかかわらず、はあ、こう押してる感覚が、はい、あるんですよね。なんで、多分まあこういったような形で、まあなんかアバターみたいな感じでこう出てくる時代っていうのもあるし、はい、そこからなんか接触するっていう、はい、なんかね、遠隔でなんか手を握ったりとかっていうね、はい、なんかそういうニュースとかもあるんで、今後先は結構そういうのプラス、なんかもう本当に感覚的に身近に感じるような形のね、デバイスがどん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 出てくるのかなというふうに思いますよね。なんか楽しみです。はい、もう遠距離恋愛するなら今ですよ。おっさんは無理ですけど。はい。はい、次行きましょう。そうですね。はい。はい。はい、続きまして、GDP ストアおすすめ、ランキングトップ10。世界で一番使われている最強の GPTs10 選の使い方、はい。こちらのニュースはどんなニュースなんでしょうか。はい、そうですね、はい、GPT ストアが今リリースされたと思うんですけども、はいはいはい、あまりちょっと私も詳しくないんですけども、はい、まあ、よく使われてるその、はい、まとめサイトみたいな、まあ、ベスト10まで出てるんですけども、はい、まあ、実際今回ちょっと3位ぐらいまでちょっとお伝えできたらというところで、1位が学術論文の検索ということらしくて、はい、はあはあ、はい、検索、まあ、ちょっと、はい、検索、まあ、それに今ある資料であったりとか、はい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 、で2つ、はい、2つ目は PDF のアップロードを、まあ、要約してもらえるっていう、あ、その GPT ストア、はい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 、要約、なんか普通にそうですけど、はい、ただこれ、はい、世界では今2位らしいんですよね、はい、すげえ、はいはい、はい、で、ここは3位が、はいはい、3位は研究のアシストっていうところで、まあ、さまざまな研究の中の、はい、資料を集めてくるっていう、これが上位3位を占めてると、はい、なるほど、なんか集める系やっぱありますよね、はい、多いですよね、集める系、そうですね、やっぱり一人でこう本図書館行って集めよう思ったら大変やっていうことなんでしょうね、なんか、はいはいはい、僕もちょっと一個 GTP で最近作ってるやつがあって、あ、何ですか、どんな名刺を、はい、名刺、僕名刺交換365日やってるじゃないですか、はい、で名刺、やってますね、はい、名刺の画像をアップロードするだけでインターネット検索してその人の情報を引っ張ってくるっていう、はい、さらに、いや、それ欲しい、欲しい、ね、タイトル と、本文まで作ってもらえるっていう、なんか一応そういうの、そんな優れものが、はい、でもね、読み込みがなんかやっぱり甘いんでね、はい、結局、会社名と名前で検索しないとチャットまともに出てこないっていうね、ちょっとまあこういうところがありましたけどね、まあでも書き集めてくるっていうものの方がね、作りやすいのかなとは思いますよね、はい、はい、そうですね、ありがたいですね、はい、はい、いいですか、次行きますか、はい、大丈夫です、はい、はい、はい、次行きます、はい、大丈夫です、はい、人間には簡単でも生成 AI には難しい意外なタスク、高度な知的作業が得意な AI に残された苦手分野、これどんなニュースなんでしょうか、これ面白そう、はい、これ卓目知っていうのがありまして、はい、まあ、暗黙に知ると書く部分なんですけども、はい、なかなかこうに、なんですかね、職人さんとかよくこうやるあうんの呼吸とかこう、はいはい、手先で覚えた技術っていうのが習慣になって身についたことっていうのは、はいはい、なかなかそこの行き地まで行くと学習
を真似することが難しかったりだとか、はいはい、その辺の部分の、人間特有にこう培ったこう職人芸みたいなところが、はい、卓目知っていうところになるらしいんですけども、はいはいはい、その個人の経験とか直感に基づいた部分っていうのは、はい、なかなかそこを真似トレースすることが難しいと言われてるっていう分野らしいんです。はい、なるほどなるほど。まあ、なんか はい、ああ言えばこういう感じみたいな、もう通貨の感じが難しいってことなんですかね、じゃあ。みたいですね。なかなか職人の勘みたいな、勘っていうんですかね、できそうな感じなんですけど、そこはさじ加減、そうそう、さじ加減ですよね。あ、難しそうですね、はい、でもね、その辺はね、やっぱり、AI も人間も一緒で、経験値がいっぱい学習しないと無理だっていうことですよね。はい、そうですよね、やっぱり。使用者センター感ということかもしれない。そうですよね、はい。なんかだんだん人間に近づいているのも、その学習の仕方も人間に近づいているような感じしますけどね、なんとなく。ああ、なるほど。より人間っぽくっていうね。そうですね。はい、まあまあまあ、気になる方いらっしゃったら、これも、概要欄から飛んでみてください。はい、次です。はい、世界の制約、はい、テック、進化が、創薬に革新、AI 活用で7倍速、日本経済新聞、これどんなニュースなんでしょうか。はい、まあ、これは例えば、まあ、AI の活用によって、まあ、はい、新薬の、まあ、生成であったりとか、はい、開発が、はい、とてもこうなんていうか、シームレスというか、まあ、技術とか他業種同士の連携がスムーズになった結果に、はい、まあ、7倍の速さで、はい、まあ、新薬の開発に今つながってるというデータが出まして、へー、すごい、はい、はい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 、はい、じゃあだから富士の病も治っちゃうってことですよね、はい、こういうのがどんどんどん違う、だから過去に比べたらその、見つけるのが7倍のスピードになってるんじゃないかっていうところらしいんですけども、すごいですね、はい、こういうのはどん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 ね、はい、進化していくとね、世の中がなんか良くなっていくような感じはしますよね、はい、本当そうですね、うん、はい、もっともっと進歩していただければいいかなというふうに思います。はい、はい、思います。はい、はい、今回の注目トピックス、これいってみましょうかね。はい、6番目です。はい、はい、2万9000円で買えるゲームチェンジャーデバイス、ラビット R1 は、AI 時代の iPhone になるかもしれない。はい、ダイヤモンドオブラインですね。これどんなニュースなんでしょうか。これものすごいちょっと便利やなって思う商品がもう出てるらしいんですけども、はい、はい、何なんかっていうことなんですけども、はい、見た目はポケベルぐらいのデカさって言ったらあれですかね、まあ、はい、若い子で言ったら折りたたみの携帯ぐらいのデカさと思っていただいたらいいんですけども、はい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 、まあ、画面とシンプルな多機能ボタンと、はい、まあ、360度カメラがついてるっていうようなものなんですけども、はいはい、何が特徴なんかって言ったら、自然言語で伝えて、はい、実行までできるということなんですけども、実行まで、実行って何をする、はい、実行って何するんですか。実行って何なんかっていうことなんですけど、はいはいはい、今基本的に、スマホであったらいろんなアプリを開いて、はい、そこから何かをやりますとかあるんですけども、はいはい、GPT とかで大規模言語モデルの GPT とかだったらプラグインとかで旅行サイトとかまでは行ってくれるんですけど、はい、そこからじゃあ予約っていうところまでは最後人間がアクションしなあかんっていう作りになってるんですけど、そこまでを完結してくれるっていうことがまず大きい特徴という部分で、勝手に予約とか取ってくれるってことですか。まあ、細かい指示出しながらになってしまうんですけども、はい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 、はい、へで、はい、あとはですね、こう、まあ、そういうのって結構そのなんていうか、ね、自然言語で読み取って答えるっていうのを Siri とか Alexa とかで、はい、イメージされてたんですけども、そこにはちょっとこう GPT とか入ってないので、はい、まあ、今結果実用的にはまあ電気をつける消すとかになってしまってる部分があるんですけども、はいはい、自然言語でやり取りすることによってこう仕事とかにも使えるんじゃないかっていうことと、あと、なるほど、AI とかに詳しくない、はい、まあ、全くそういうところから離れてる方とかもこう話しかけたら自然に答えてくれるという部分で、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、はい、便利っていうのと、あ、はいはい、これまたその、GPT とかでも言葉でこう話しかけて読み込んでくれるっていう機能はあるんですけども、はい、約10倍の速さで返してくると。はあ、10倍。
やっぱ返しは、そうですね、大事だと思いますね。アレクサでも返ってくる時遅いですからね。そうなんですよ、10倍の速さで返してくる。はいはい、で、あの、あとはですね、まあ、この商品、僕、ちょっと売り込もうとしてるわけでは全然ないんですけども。セールスマンかな、思いました、ちょっとな、で、おいくらなんですかって聞きそうになったんですけど、ここに、ね、金額書いてたっていう。そうなんです。はいはい、あの全くね、あのここと縁もゆかりもないんですけども、はい、あのあとね、その優れた機能の最大の目玉っていうのは、ティーチ機能っていうのがついてまして、はい、ティーチ機能、はい、あの、はい、まあ、言ったら、あの勉強機能っていうのがありまして、はい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 、例えば、はい、あの画像生成 AI とかで、あのミッドジャーニーとかでこう、はい、作成する手順みたいなのを画像で見せますっていう形になったら、はいはい、次に、じゃあそれ覚えました、ティーチモードで学習しましたってなって、た後に、はい、実際次実行したらどうなるかって言ったら、はい、あの犬を作ってくださいっていう形で言ったら、こうミッドジャーニーにつながって犬を生成するというところまでを、あの言葉だけでやってくれるっていう状態になりまして、ちょっと僕ピンとこないのが、そのデバイスの形っていうのはどういうのかわからないですけど、はい、なんかその映し出すような、はい、そういうところがあるってことなんですかね、はい、そのデバイスっていうのは。あの画面がのみがもあるような感じで、はい、で、まあ、あの Wi-Fi がまあつながる状況であると。はいはいはい、なるほどなるほど。SIM であったりとか。はいはい、で、あとですね、これどういう仕組みになってるかっていうのはわからないんですけど、サブスクではないっていうところがありまして、はい、さっきのお値段っていう部分なんですけど、あの不思議なのが、はい、あの約3万円でサブスクなしで、はい、これが使えるっていう状況になると。へえ、恐ろしいアイテム。はい、なんか通信するのに SIM とかが入って、外でもなんかキャリアからつながるかっていうのと、はい、Wi-Fi が機能があるってことなんですかね。はい、おそらくそのキャリアまではちょっとわからないんですけども、そのまあその、個人情報とかも漏れることなく、そこでこうある程度こうやってくれるっていうことが、まあ、あのポイントであるっていう説明なんですけども、もう今もしその、はい、サイトで、購入したら、だいたい早い方で3月4月で、ちょっと遅くなったら4月5月には日本に届くっていうふうに言われてると。これでも、はい、なんか語りかける言葉が、はい、はい、英語ではないんですか。いや、これ日本語でもいけると思われるんですけども、あのただ、はい、あのこれ見てて、あのいろいろこう注目されてる方とかもおられて、画像も出てるんで見てるんですけども、はい、ただやっぱりこう手元に来ないと、あの分からない便利さ不自由さってあるやろうなと思いまして。あ、そうでしょうね、多分ね、うん、うん、そのやっぱりこうなんていうかね、ゲームチェンジャーになりますとか、いろいろこういろいろ出てるんですけども、うん、果たして、うん、どこまでいけるかっていうのはお楽しみというところで。なるほど、はい、僕あのゲームチェンジャーのデバイスというとね、はい、去年の暮れに出た AI ピンがすごい気になってるんですけどね、はい、あのご存知ですか、 AI ピンって。教えてください。あ、なんかあの胸元にこうバッジのようにつけておいて、手のところにディスプレイが映るっていう、なんかそういうものが、あの出てるんですよ。もともとの Apple で、iPhone とかを、デザインした方が独立してで作られたっていう AI ピンっていうのが、日本ではまだ発売されてないんですけど、もう、欧米の方で発売されてて、あ、もう多分発売されてるのかも、ね、はい、1月入ったんで、予約は12月末で、1月から発売なんですけど、はい、大体10万、弱ぐらいのやつのデバイスなんですよ、はい、それも例えば手のひらにアーモンドを持ってきて、はい、カメラがついてて、はい、で、あのその AI ピンに対して、はい、これのタンパク質どれぐらいとかいうふうに聞くと、はい、AI でそれカメラで見て、はい、で言ってくれるっていうような、はい、そういうデバイスなんですよ。なんかそういうのもすごいなって思いますし、まあ、これから今年特にこういうデバイスに僕は注目してるんで、たくさんいろんなこういうものが出てくるんじゃないかなというふうに思いますよね、はい、なんか面白いですよね。そうですよね、はい、まあ、あの真っ先に多分パーボンさんの講師さん買いはるんでしょこれ。僕はあの誕生日に合わせて買いたいなと思ってるんですけど、あのこれね、カーゴさんの今のお話で思い出したんですけど、あの冷蔵庫を映し出したらカメラで、はい、リアルタイムでそのある材料であの料理を教えてくれるっていう機能もあるらしくて、はい、ああもうね、もうここはそれ欲しいな、ね、もうコーシさんが人柱になっていただいて、
陣中に。あ、そうですね。AI ニュースで語っていただくという、はい、実況ということで。そうですね。はい、実際にやってるその様をちょっと見せていただければいいかなというふうに思いますけどね。わ、はい、かりました。はい、すみません。はい、もうみんな犠牲になっちゃうよ、ほんま。はい。わかりました。踏み切れそうです。はい、頑張ります。はい。はい、ってな感じで、このチャンネルではですね、こういったような AI ニュースの方ですね、毎日、朝の7時にちょっと配信するように、努力して頑張っております。なので、もしよかったらまた見てください。こちらの方のチャンネルではですね、チャット GPT の内容とかですね、プロンプトエンジニアリングの内容とかですね、であと、ジェネレティブ AI の内容なんかもやっております。で、私の方ですね、まあ、今年ですね、2024年度はですね、生成 AI で道を切り開くということで、365人の人と名刺交換をしております。なので、まあ、カワゴンとちょっと名刺交換 してやってもええわっていう方いらっしゃったら、そこのあなた、ぜひ公式 LINE の方に連絡ください。僕名刺交換しに行きますんで、めっちゃ遠いところは無理ですけど、近くだったらなんか僕行こうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、であとですね、こういったような今回のコースさんみたいな、もう1週間ずっとやってるんですけど、こういうニュースのパートナーを募集してます。で、ちょっとやってみたいなって思われる方、YouTube のちょっと練習にしてみたいなとか、AI のニュースちょっと喋ってみたいなっていう思われる方いらっしゃったら、ぜひ、ご連絡ください。一緒にやれるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい。ってな感じで、コースさん、今日月曜日何するんですか、はい、今日は。忙しい。今日は私実は休みいただいて、散髪に行ってまいります。休みなんか どこ行くんですか。どこ行くんですか。いや、散髪にあると伸びきった、年末年始行けなかったので、あ、はい、あら、見苦しい髪を、あらららら、もう年越しちゃったんですか、髪の毛切るの。髪の毛も、ね、はい、じゃあ伸び放題で、はい、ね、まあ来週の講師さん見るときは多分皆さん金髪になってると思うんで、はい、期待していただいて、何のハードルですか。いや、どれぐらいですか。ちょっと、はい、はい、さっぱりしてきます。はい、まあ、こんな話しててもね、これ聞いてる方ですね、電車乗りながら、今日も仕事やだるいわってこうやって思いながらね、多分出勤されてるんだと思うんですけど、はい、ね、今日一日乗り切ってね、とりあえず家帰って、で、はい、なんかね、はい、ビールでもなんか飲んでいただいてね、ちょっとね、ああ、一日目やけども、とりあえずやっと終わったわみたいな感じでね、今日も一日頑張っていただければいいかなというふうに思いますんで、ぜひ、おっさん、頑張ってください。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、すみません。じゃあ、皆さんどうもありがとうございます。いってらっしゃい。はい、コウさんもありがとうございました。ありがとうございます。